どうもじゃです。今回はですね、アパレルの闇をお話ししていこうと思います。まあ、これはですね、実際にアパレルで働いた人しかわからんようなこと、もう世間一般の人はあんま知らんやろうなというお話でございます。実はですね、僕学生時代にアパレルで働いてたんですよね。社員じゃなくて普通にアルバイトなんだけど、そのアルバイトしてて、こう知ること、わかったこととかもいくつかあるわけなんですよね。実際に働いていたのは僕、ライトオンとか、まあ、コムサなんだけど、まあ結局ね、なんか共通すんのかなって思いますわ。どういう仕事するとかいうのは、まあ、大体ね、共通はしてるかなって思います。でさ、ちょっと余談だけど、ユニクロとか GU 行ったらさ、全然ね、声掛けないじゃないですか。お店の人、スタッフがさ、声掛けしてこないのめちゃくちゃ嬉しくないですか。あれめっちゃいいよね。なんか店員さんから声かけられて、嬉しい人もおれば嫌な人もおると思うんだけど、まあ、基本的に僕はね、声かけられたくないわけ。もう一人で静かにお店バーっと見たいわけ。なんかさ、もう声かけられたら、なんていうの、集中できないし、なんていうんですか、めんどくさいし、もうコミュ障だし、あんま人と話したくないんですよ。そういう中で、店員さんに声かけられたくない派なんだけど、なぜね、声掛けをしているか、皆さんご存知でしょうか。もうこれはですね、お店側から言われてるわけなんですよね。声をかけて接客して売ってくださいって言われてるわけね。で、例えば、今どうか知らんけど、ライトオンとかでも、まあ、朝、そのミーティングと言いますか、店員たちで集まって、これこう言うわけよね。今日の売上目標は何万円にしますみたいな、こう一人一人言っていくわけよね。例えば、今日は1日で5万円売り上げますみたいなこう言うていくわけよね。店長さんとかに言うていくわけ。僕は今日10万円目標で頑張りますみたいなことを一人一人言うていくわけなんで、もうこうお店からこうさ、ノルマを達成してくださいみたいなことを言われてるから、みんなそういう目標値があるわけなんですよね。で、その目標値を達成するために、お客さんに声をかけていく、そういうことを実は、しているわけなんですよね。それはそうっすよね。アルバイトをなぜ雇ってるかというと、売り上げを上げるため、接客してお客さんにこれを買ってもらうみたいなね。ほったらかしててももちろん売れる服はあると思うんだけども、やっぱりさ、詳しい店員さんが話しかけてくれた方が購買意欲湧いたりするっていうのは、まあ人のそういうところあるかなと思うよね。ほったらかしにされとったら、もうそのまま出ていくところですね。例えばスタッフさんが、これね、今すごくおすすめですよ、みたいな。なぜならこうこうこうで、みたいなとかね、あなたにだったらこれすごくおすすめですよみたいな言うてくれたら、ほな買おうかみたいな感じになったりもするわけなんですよ。例えばさ、めちゃくちゃおしゃれですごいかっこいい店員さんがいるとするやないですか。その人がこれめちゃくちゃいいですよっておすすめしてくれたら、え、そうなんって思うお客さんもね、結構いるわけなんですよ。例えばもうイケメンのさ、山崎賢人さんがさ、これね、すごくね、かっこよくて、多分お客さん似合うと思いますよ。こうやってね、鏡で合わせてみたらね、みたいな。山崎賢人にされたらさ、カブーってなるやん。カブーってなるやん。まあ、そういう現象かな、思うんですね。もちろん、おしゃれじゃない店員さんももちろんおるけども、まあ、なんせですね、接客ってのは結構大事なわけなんですよね。だからさ、なんか、うざいわと、接客うざいわとね、お客さん思うかと思うんだけれども、実はそういうからくりがあったという話でございます。これさ、上手な店員さんもおれば、下手な店員さんもおるわけなんだよね。いきなり声かけたってしゃあないわけなんだよね。上手な店員さんっていうのは、お客さんがまずお店に入ってきたら、まあ、いらっしゃいませ、みたいなね、こう、遠目で見ておくわけ。で、お客さんが何を欲しているのかをチェックするわけなんだよね。あ、この人もしかしたら、なんか靴に興味があるのかなとかね。お客さん人それぞれ違うわけ。あ、このお客さんは時間潰しに来てんのかなっていうお客さんもおるわけなんだよね。そういうさ、動向をとりあえずチェックするわけなんよ。これで、この人はちゃんと服に興味がある。このお店のもの好きそうだな、いうことで声かけに行くわけなんだよね。例えば、今日はなんか何々お探しなんですかみたいな、こうフラットな感じで行くだとか。これね、最近入ったばっかりのやつでとこうディテールをねちゃんとこう説明できることがねすごい大事なわけなんだよね。お客さんが興味持っていることに後付けしていく。で、これだったらこういうコーディネートもできますしみたいな、お客さんのためになるこうサティスファクションを上げていくことが、まあ、店員としては結構大事なんかなって正直僕は思います。こう売るばっかりじゃなくて、お客さんのためになることっていうのが一番大事よね。コムサの時もそうなんよね。朝いろいろとこう挨拶の練習とかみんなでこう顔見ながらやったりもするし、
笑顔大事ですよみたいな。お客さんと目が合ったらこう目を上げて口角上げて笑顔でこうねニコってしましょうみたいな教育受けたりもするし、でコムサでも毎回ですね仕事の前には今日の目標何万円にしますみたいなこうノルマが絶対あるわけなんだよね。今どうか知らないですけども、だからその目標に向かってみんなこうバイト頑張っていくみたいな、そんな感じでございます。目標達成しなかったら別にそれがあかんクビとかいうわけじゃなくて、まあある程度目標がないとねみんなこうなんていう頑張れへんから、そういうのね毎回設定するわけよね。これもさ今やってるか知らないけど、コムさんの場合はさお客さんと接客してですね、これ買いまーすってお客さんが言ったらちょっと在庫調べてきますねみたいな言うわけよ。この商品の在庫新品あるか見てきますねってこうストックに変えるわけ。ほいでこう探すわけだよ。でその時に自分のね名前とかをタグに書いたりするわけよ。でそれがですねあのレジで集計されて、今日は何々さんあの集計どんだけ売り上げいきましたみたいなね言ったりとかするわけで、こうなぜストックに行くかっていうと自分の名前を書くためとか、まあ、もちろん新品をね出すためなんだけど、実はそういうこと裏でねやってたりもしますわ。ちょっと話それていくんやけど、接客するポイントってねいくつかあって、今回2つだけちょっとお教えしましょうかと。お客さんがさあの試着するときあるやんか。例えばジャケットをね羽織りたいってなったときに、こうお客さんにこう袖通しまして鏡の前でねこうやるやんか。でそのときに背中をね軽くねタッチするんですよね。これもなんかあの誰に教わったんやろ、先輩か誰かに教わったんかわからんけど、こう背中をポンってこう優しく軽く触ることによって安心感を与えるみたいなね。今ちょっとコロナ禍だからタッチするのちょっとね NG かもしれないですけど、昔とかはねそういうの結構やってました。あめちゃくちゃ似合うやないですかみたいな、まあ基本的にはこうおだてるみたいな。全然似合わなかったらまあそれはね進めないかもしれないね、違うやつ持ってくるかもしれない、もうちょいこれの方がいいかもしれないって進めるかもしれないけど、もう基本的にはお客さんテンションを高めていく、ちょっとこう気になってらっしゃるから購買意欲を高めていく、お店に貢献するみたいな感じでね、何でも売ったれみたいな店員さんももちろんあるんだけれども、そのお客さんに合ったものを提供したいっていうね、そういう店員さん、いい店員さんももちろんいるんで、まあ、あんま敬遠しないであげてほしいなって個人的には思ったりします。接客術二つ目なんやけど、なんかカップルで来るお客さんとかたまにいるわけで、彼氏さんがちょっとこう試着するってなった時に、なんかこうなかなかねなんていう出てこないケースもあったりするんよ。だからそういう時に彼女さんに話しかけるわけ。彼女さんに例えば今日はなんかどっか見てきたんですかみたいな、こうこの後どっか行くんですかみたいな、こう話すことによって彼氏は焦るわけなんだよね。あれ俺の彼女が店員さんと話してる、ちょっとムカつくなみたいな、こう嫉妬心じゃないけど、そういうの煽ることによって彼氏さんはすぐ出てくるんだよね。どうですかみたいなそういうね術もあったりします。お客さんのこう回転率上げるじゃないけど、試着長い人には彼女さんとか相手の人に声をかけるっていうのねやったりもしますわ。まあ、もちろんね仕事はその接客だけじゃなくてレジもあったりするし、あとなんか商品が届いたらさその卸とかやもあったりするし、あとマネキン着せ替えたりだとか展示をねディスプレイ良くしたりとか、いっぱい仕事があるんだけど、まあ、実はですね声掛けの中にはそういう裏話もありますということで、アパレルの裏をご紹介いたしました。まあ、ちょっとでもですね参考になった面白かったという方は高評価チャンネル登録もよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。